はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでオブジディアンのサッカーですね。はい、今日ね再入荷しました。はい、よかったです。通関で止まっちゃうとね、また月曜日とかになっちゃう。はい、ご依頼者オスカルさんですね。はい、今日発送間に合いますんで、あ、41分か。ちょっと早く来ちゃうと間に合わないかも。ちょっと多少急ぎます。はい、もう6時には取りに来ちゃうんでね。今日もちょっと通販が、おかげさまでたくさんご注文いただいて、2ケースしか結局来なかったんですよ。で、1ケース分はもう、ね、オスカルさんの、はい、ワンボックスも全部入れて、1ケースはもう出ちゃいました。で、残りあと1ケース分だけですね。はい、じゃあまずはベン・デイビス。お、メッシ。はい。ベン・デイビスさんは33/165、ウェールズ？ウェールズかっこいいよね、なんかね。呼び名だっけかな。でもなんかかっこいいよね、ユニフォームとね。うん、店長好きです。はい、メッシ。で、次からひっくり返ってるんだね。メッシは、お、1番 !131 の、あ、135の1番。メッシ。はい。で、モントリボさん、51/75。はい、こんな感じです。いきます。はい、モントリボさん、まず三つ窓ジャージ、セスクさんですね。9/75、あ、これ一番違いで、こっからだよね。あ、オートだ。誰だ、ん、ベンテカさん、あ、ベンテケさんだ。はい、こっちが10番。50/10ですね。ベンテケ。オートジャージ。これチームどこなの？わかんない。あ、クリスタルパレスみたいなロゴだよね。店長も多少は勉強してるんですけどね。違うのかな？万博って書いてある。で、ここ、サインオートが1枚出てるね。あ、オート2枚パターンだ。はい。あ、バランだ。はい。これ何色？あ、25枚限定ですね。24/25のバラン。バランとベンテケさんの横型オートジャージでしたね、2枚とも。はい。で、最後は、ジャマール・ルイスさん。これプレミアリーグの選手でしたっけ。3/65。はい。というとこで、ワンボックスね、梱包して、はい、発送いたします。サインはバランとベンテケさんですが、両方ともまあオートジャージでしたね。はい、まあバランはね、まあまあいいんじゃないですかね。ベンテケさんはどうなんですかね。うん。はい、一時若手のみたいなね、もう何年前 ?6 年前ぐらい。はい、というところでね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。